どうもマルベリーです。星のドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。2016年10月26日アップデート後の指導、今度ギガ伝説級でございます。初見プレイ行ってみましょう。の前に装備ちょっと調整しました。水冷サークレット守備ダウンがついて、あとまあデインガチガチにしたいというのと、波動がゲージ割りであるので、あのハグメタ盾、を持ってきてます。であとスキルに、レップザン入れて海賊でチャレンジという感じに変えてみました。行きましょう。さあやってまいりました、ギガ伝説。よろしゅう。まあ毎回ゲージ割りで、波動が来るんでね、今回こっち側のバフがね結構厳しい感じですよね。ピオラとかタタウタが毎ターン毎ターン消されちゃうっていうのがあるんですけど、さあまずは、ハゴン狙いで一気に潰していきましょう。まあそう考えるとあれか、水星切りより抜群で火力出るレプザンの方が相性はいいのかな。痛恨痛いね、痛恨嫌だね。ナズーン、ベギラコンが、あ、ベギラマが結構早そうなんでメタガー入れていきましょう。早めにイレーノでも呪文無効が入ったら攻撃に移りましょう。レプザン抜群、うーわ硬っ、カッチカチやでここコンボ入れてかんときついね。抜群145の300。まあ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 、コンボ入れられればなんとか。ゲージ割り怒りですね。ギガ伝説でもこんな硬いのこれ、勝ちやな。ギガソがつなげられなかった。ギガソ抜群でも335、火力上げができないと結構ダメージは期待できない感じかもしれないですね。さあん、ゲージ割りなんかあると、あ、これはあれか、ん、あぶねえ、呪いだ、呪い打たれるんだね。シャナク欲しいねこれ。これでもあれかな、ハーゴンさえ突破できればなんとかなるだろう。これシャナク持ちやな、天空剣シャナクが相性良さそうやね。呪い中は何もできないんでね、とりあえず呪文無効は生きてるんでなんとかなりそう。ハーゴン突破してからですね。レプザン、レプザン、あと一発ベギラマ、呪文無効継続、いいね。ハグタテ、まあもしくはルビタテがあれば携帯変化前はかなり楽ですね。さあ問題はギガ伝説の指導、ハーゴンでこんだけ硬かったからね、この硬さにプラスアルファ状態異常が厳しくなりの、さらにダメージ上がりのでしょうから。おっと、あ、溶けたかな、あ、溶けてない。ただいまの来場者数90人です。これ呪文無効が溶けたんだ、呪いは溶けないんだね。変化後呪いが解けてくれるレバーと思ったけど、いやこれシャナク必須だよな。ってことはこれ魔王級もあんのかな、呪いで。これあれか、でもイザナイでもう一回あの状態異常が入ればパフィーンの可能性はあると。レプザの火力見てなかったな。灼熱、今のでブレスアップ1入ってて、あのダメージいざない。これでパフィン、あれあれ、パフィンしてくんねえ。だからこれ使えるようになったのかな。アベホミありがとう。
あ、道具はやっぱ使えない。呪い長えな。やばい、自己伝員怖いよ。ゲージ割りガード間に合った、いいね。方向ショック受ける。これでパフィンしてくれ。ノーパフィン。あ、でもロクさんはパフィンできた。さあ雷撃、俺と伝員体制をがっつり積んでるから、うんうん、80。お、戻った、メタが間に合ってくれ。あー無理おー、いいね、ナイス、呪文無効、完璧やないか。この窮地をなんとか。ただもうベホイミがある。誰を選択する。あー、スッチーさん潰された。ちょ待てよ、火力がないけどアークブレードとりあえず撃つしかなくて、でムクロジ、うわー、スキル封印された。ムクロジさんを回復して、大変だ大変だよ。いいね、守備ダウンは耐性アイテム、あ、食べ物でも耐性あるから。船歌のチョイスなのかな。まあまだまだ大丈夫でしょう。とりあえずベホイミ、この感電がね、確率で封印されちゃう、スキルが。荒波打っといて、着付けで回復できるかな。俺なんで着付け持ってきたんだ。着付けじゃないやんね、ここあれ麻痺受けないじゃんアホや。お、いいね、回復。いざない、よしよしよし、痛いって。ちょい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 、攻撃回数おかしいでしょお兄さん。ベホも撃たれる。アンヤと、でこれあれなのかね、感電中やっぱ CT の溜まる速度も遅くなってるね、多分。勘違いじゃなきゃ。タタタタ入って、レップザン2枚、レップザン、レップザン、ダメージ通んねえな。デインダウン入ってなかったか。ベホまでな、どのぐらい回復されちゃうのこれ。花999回復か。ちょっとコンボ合わせたいけど、好き、感電中やっぱ CT が弾の、おせおせ、怒りいいね、火力出るね。いざなわれなかった気がそう。大変だなこれ。アークブレ、雷撃、ラストゲージ行ってしまったけど、方向、これで波動&ショックだからね。これが大変。パフィンしていった。灼熱だからまあとりあえずいいか。アークブレードでぶっとこうか。ない、パフィーンしない。ただ灼熱はどうだろう、でも怒ってるからなこれ。うわー、痛恨もある。どうなるこれ。うーはー、ちょっと葉っぱでとりあえず猛毒敷いて、ベホイミで回復して、いざない、大変だなこれ。あー眠った、ちょっと道具 CT が溜まってない。あ、ムクルさん戻った。あー死んじゃった。でも石ある。うわー、ロクさん死んで、どうなる。やべ、事後でいい早えよ。いざない、やめて、パフィン、うわー、ノーパフィン、やばい、これはまさかが怒っちゃうぞ。あー、タイミングが微妙だったか、耐えれるか。うわ、耐えた。うわー、感電、感電ダルス、感電ダルス。ちょっといざない、やめて、やめて、
厳しい戦いだ。いやー CT がこれたまんねえからな。これピオラやっぱ欲しいのか。いくら封じられるとしても、いやこれ火力大丈夫かマジで。これでなんとか。いざない、やめて。よし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 。いやーきついなこれ。よしよしよし、全員全員ダウン入った。もうこれあれ回復ない、あのオンス、あの何だっけ、ハッスル打てないの、ハッスルノーハッスル。これよしよしよし、回復間に合った、なんとかなった。ノーデスはちょっとあれだったけど、なんとかクリアはいけましたね。お疲れ様。いやーこれあれですね、感電中の CT のこの溜まり具合が多分遅くなってるよね。気のせいなのかな。シャナクも欲しいしピオラも欲しいな。となるとやっぱ、いやーでも水星のチョイスも微妙だもんね。マンマス疾風牙か。ありがとう、お疲れ。ハグ鍵。ただいまの来場者数100人です。お、金袋何来た。おお、ロトコナー、いいねはい、ということでギガ伝説級でございました。残念ながらスキルフィニッシュとノーデスはできませんでしたが、なかなか今までのギガ伝説級の中では一番難易度高いんではないでしょうか。皆さんも挑戦してみてください。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ということで現在マルベルチャンネルでは星ドラ1周年&チャンネル登録者数1万人突破を記念しましてプレゼント企画を実施中でございます。 iOS 限定でアプリ内課金の 5% がキャッシュバックされるサービスゲームウォレットさんに今回も協賛をいただき、そのコンテンツ内で使えるゲームウォレットコイン、今回はなんと1万円分を応募者3名様に視聴者プレゼントさせていただいております。応募期間は2016年10月15日から11月13日日曜日23時59分まで、動画の概要欄にあります応募リンクからアクセスしていただき、会員登録を行っていただくだけで応募は完了となります。プレゼントの応募自体は iOS、Android に関わらず応募できますのでご安心ください。またすでに会員登録済みの方でも応募リンクからログインさえしていただければプレゼントの応募が完了いたしますので、この機会に皆さんぜひプレゼント企画に参加してみてください。そしてゲームウォレットさんのサービスを説明しよう。先ほども言った通りアプリ内での課金額 5% がコインとしてキャッシュバックされるサービスです。コインの範囲には数日かかる場合がありますので、その点だけはご注意ください。利用方法は超ギガレア簡単。まずはゲームウォレットさんのサイトからプレイしている対象アプリをお気に入り登録し、登録したアプリをタップすると対象アプリの Apple Store の画面が開くので、そこからゲームにログインし課金を行うだけの仕組みとなっています。 Apple Store からのアクセスが必要なので iOS 限定サービスということは注意が必要です。ということでゲームウォレットさんのサービスを使ってお得に星ドラのガチャにチャレンジしてみてください。最後にこの動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンを、チャンネル登録がまだお済みでない方は画面右下か概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。